皆さんこんにちは、あいぶちょうです。先週に私初めてヤフーショッピングを使い、とあるプラレールを買ったり、今日マンダラケで、なんと安いプラレールを買って、見つけてきました。まず最初にこちら、今日ヤフーショッピングに届いたものを、今日はなんと手と刃物を使わずに肘で合わせていきたいと思います。いくぜ。届いたのがこちら。じゃん。ドキドキッ宝探しセット、ドロッコ・トーマス・スキフ・フナンド・ディ・ジョン。このトーマスの作品は、機関車トーマス、探せ謎の海賊船と失われた宝物で出てきたトーマスが再現されていますね。プラレール・ドロッコ・トーマス。トーマスが洞窟の穴に落ちてドロッコまみれになってしまった。そしてダイナマイト貨車、ライアンの汽笛のせい、なんか煙のせいで、火がついてしまった、貨車ですね。で、プラレールスキフ、今回は、昔のスキフの色ですね。そして船のディジョンで、プラレールゲイター&マリオについていた、今回はセットについてプラレールマリオンです。あと、こちら、プラレールライアン&スキフです。これもトーマスと失われた宝物で出てきた、キャラクターですね。ライアンとスキフ、とても仲の良い感じですね。全体的に見るとこんな感じですね。あと、これも全体的に見ると、説明したり、こんな感じになっていますね。後ろ、裏側を見ると、電池の入れ方や、映画の説明なども書いてありますね。これはとてもいいと思いますね。早速だが、まずここから開けていきましょう。まずテープきれいに剥がします。きれいに剥がれましたね。そしてライアン&スキーフも、テープ剥がしていきましょう。テープを剥がすときには、皆さんきれいに剥がしましょうね。そうすると箱に痛むこともないと思います。最近のパッケージは結構ツルツルしていますね。まずここから開封していきましょう。じゃじゃん。まずトーマスから見ていきましょう。これがドロンコトーマスですね。映画で登場するトーマスさん、これはとてもいいですね。洞窟に落ちちゃって、宝物、海賊船を見たときに、トップハート級に行ってもそれを信じてくれなくて、本当はトーマスが見つけたんだけど、実際はロッキーだったんです。これです。なんと、ここまで再現されてます。これはさすがにいいと思いますね。これ映画館の臨場感がすごいいいと思いますね。あと、これと比べていきましょう。
はい、綺麗なトーマスと、ドロンコまみれなどトーマスを比較してみると全然違いますね。なんかこう、おしゃべりトーマスの方はすごいにこやかなんですけど、トーマスもちょっとにこやかな感じですね。これ見た目的に結構大変です。後ろは変わらずですね。うん、これはなかなかいいと思いますね。はい、次ダイナマイト貨車、今回は緑ですね。あとこれピョピョピョ動きます。ダイナマイトの絵がバカドカーンってすごい爆発しそうな貨車ですね。実際は機関車に当たらず済んだんですけど、洞窟の中に爆破しましたね。これはなかなか面白いんじゃないかなと思います。次はプラレールスキフですね。全体的に見るとこんな感じですね。なんかすごい穏やかな感じで、あとマストもついていますね。これはさすがに、あと取り付けること、ほい、いやこれすごい。あとさらにあとすごいこと言う、回る、これ回りますね。なんかこれはいいんじゃないでしょうかね。これくるくる回っているところはと、なんかとても面白い。なんか海外だと回らない式なんですよ。だけど日本はさすがいい作りだなっていうふうに思いました。はい、次。はい、次船乗り場も開けていきましょう。はい、船の事情はこんな感じですね。なんかこれすごい悪い人です。俺た宝物盗むぞっていう感じ。全体的に回すとこんな感じ。もう見てください、これ口からすごい怖そうです。あと結構乱暴で、あと最終的には逮捕されてしまいましたね。あとプラキッズに刺すこともね。うん、これはいいんじゃないでしょうかね。回ってしまうと落ちちゃいますんで、まあ回すときにはちゃんと切り離し、プラキッズを取り外してから、あとこれ座ることもできたらいいの。まあ多分これギリギリ座れたんですけど、まあこれはまあ走行の時にまあどうなるか、まあお楽しみですね。次、今回トーマスのセットについていたプラレールマリオンですね。うん、これマリオもなかなかいいんじゃないですかね。僕がも以前紹介した、プラレールゲーター&マリオンも、マリオンもあるんですけど、で今回はあの導入者が違うんです。なんかゲーター&マリオンは青 でトーマスについていったのがなんと黄色ですね。まああとは比較してみたらまあ変わらずですかね。はい、あとマリオンの顔なんですけど、顔はあんま変わらずなんですけど、なんとなんか目の向きがちょっと違いますね。なんかゲーター&マリオンだとあの下に向いていいんですけど、今回のトーマスセットはほとんどまっすぐ向いてますね。まあそんな感じですね。次、プラレールライアンドスキフを開封していきましょう。
おお、すごい。ちゃんと袋に包まれて。はい、これが説明書です。なんか説明書すごい新しくなった感じですね。これ初めて見ました。はい、プラレルライアンがこんな感じです。ライアン結構いい笑顔していますね。はい、全体的に回すとこんな感じですね。なんかほとんどは結構細かい再現され、顔もすごいにこやかだし、まあこれはとてもいいと思います。なんか後ろのバッファー部分が塗られなかったり、あとネームが書いてない、多分作りによってまあ困難してかなっていう、まあそれは仕方ないことですね。あと僕気になったんですけど、なんか真ん中ら辺部分にあの黒あの紫に塗られていないの分かりますか？うん、なんか今回は なぜか黒になっているんです。なんかそこは不思議だなと思いました。いつかまあスプレーかまあ塗布できるものをできたら、まあこれと合わせた色を買って、まあ、もっといい再現をしたいと思います。はい、次プラレルスキフですね。うん、今回はライアンのスキフについていたせい、なんとこれはすごい青い感じがしていますね。と英語にはスキフと書いてある。これも、ドローク&トーマス同様、マスと指します。はい、プラレルスキフを比べてみますと色から全然違う。あとね、あとネームも変え、こっちが昔のスキフ、これは現在のスキフですね。うん、あとは結構再現されてますね。これも360度回転できるのは、まあアニメに合わせた作りがとてもいいと思いました。はい、最後ライアンについてた、貨車ですね。顔のついてない貨車。まあこれはまあ色違いはあるんですが、まあなんもないですね。いいね、いい。はい、あと、せっかく、もうすでに遊んでいますが、あとトーマスワールドの、これは去年販売されたやつですね。まあ箱潰した状態で、実は、海賊船だけ持っています。海賊船を見てみると、まあ、全体的に見たら、まあ、映画に再現された海賊船ですね。なんか本当はあの小さい車両がまあ、つくんですけど、まあ、遊ばなかったんで、まあまあ、オークションに出品して、まあ、結局落札したですね。うん、まあ、なんとこれエレベーターのように上がったり下がったりすることもできますね。これ旗やなんかドクロみたいなものも再現する。あとこのダイヤル回すと、転車台が回りますね。あとここをハンドルを動かすところですね。はい、早速ですが、いっぱい上級レール部品セットのレイアウト、まだ走らせてないレイアウトもあるんで、それを走らせて作って走らせていきたいと思います。では行きましょう。はい、レイアウトがこんな感じにできました。トーマス上級でトーマスレール上級セットの、中級レイアウト11を、作ってみました。さっきの牛のプラレールライアンですけど、なんとこれ
マジックペンで塗りました。結構バッファーらしいですよね。はい。まあそんな感じですね。早速ですが、走行していきたいと思います。トーマス。何だ。なんと後ろに横たわってしまうスナウジョン。お、今一瞬ライアンとトーマスが出てきましたね。ライアンさん、やばい状態。しかもこれ、後ろに倒れてる。寝っ転が。まあ、こんな感じですね。で、そこには、海賊船がありますね。あとのシーンをお楽しみくださいませ。おお、ひなのりじゃん、引きずっとるぞ。おお、来たー。なんてことだーっていう。はい、いかがだったでしょうか。プラレールドロンコトーマスとプラレールライアンの走行シーンはいかがだったでしょうか。あと後ろには、スキフさんがいましたし、あとトーマスの、スキフさんの後ろにマリオンさんがいますね。これはなんと失われた海賊船の宝物で、映画で再現のシーンですね。あとそこには、海賊船もありましたね。まあ、いい走行シーンになったと思います。最後にちょっと映画っぽいことをやってみたいと思います。
今お風呂場にやってきました。この、さっき分解したんですけど、プラレーズスキフさんをあの風呂の中で受けるかやってみたいと思います。お、本当に受けた。いやー、これなんかすごいな。ぷかぷか、おい、うん、なんか船の割にはやっぱりここまで浮くと本当すごいですね。まあさすが日本製ですかね。はい、いかがだったでしょうか。佐賀船、謎の海賊船と失われてた宝物のドキドキ宝探しセット、ドロンコ・トーマス・スキフ・船踊り・ジョンと、プラレル・ライアン・スキフと、あとトーマス・ワールド出てきたあの海賊船、いかがだったでしょうか。まあ、まあ映画に合わせてやっぱりライアンとスキフが製品化されたのと、あとドキドキ宝探しセットと、あとあの食玩で出てきたこれも製品化されて、まあ映画館がすごい揃ったなっていうふうに思いましたし、まあとても迫力が出たのかなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。